テキサスパシフィックレールロード駅はアメリカ合州国テキサス州マーシャルノースワシントンストリート800にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。テキサスパシフィックレールロード駅はデルタ線の内側に駅舎がある。当駅はテキサスパシフィック鉄道によって1912年に建てられ待合室だけでなく、 同社の東部地区管理局のオフィスがあった。約700平方メートルの3階建ての駅舎は、約26.7ヘクタールに及ぶ、車両工場、給水塔、及び倉庫を含め75棟の建物で構成されていた、鉄道施設の唯一現存している建築物である。今日では、美しく修復された駅には、アムトラックの列車が停車し、 テキサスパシフィック鉄道博物館が設置されている。元テキサスパシフィック鉄道の車輪配置にから8から2、ミカド400号機機関車とユニオンパシフィック鉄道の車掌車が敷地に生態保存されている。マーシャルに到達した最初の鉄道はサザンパシフィック鉄道であったが、テキサスパシフィック鉄道はマーシャルを真の鉄道の街にした。 T&P は連邦政府の認可を得たテキサス州で唯一の鉄道だった。鉄道会社がもたらす経済的利益や雇用を実現させるため、マーシャルは町での事業をベースに鉄道を納得させるために土地や30万ドル相当の再建を寄付した。20世紀になる前にテキサスパシフィック鉄道はフォートアースに本社を移転したが、鉄道のディーゼル化が進展する。 第二次世界大戦後までマーシャルの車両工場は重要な施設であり続けた。当駅は1970年にテキサスパシフィック鉄道が旅客列車を廃止するまで営業を続けた。新たに設立されたアムトラックが1974年に旅客列車を再開させたが駅は無人駅となった。基本的なメンテナンスがなされず建物は荒廃した。1988年。 テキサスパシフィック鉄道の後ろ身であるユニオンパシフィック鉄道は建物を取り壊すための申請をした。しかし、マーシャル市民が歴史的な駅を手放す準備ができていなかった。商工会議所が駅舎の解体を阻止し、1990年にマーシャルデポ社と呼ばれる非営利のグループがユニオンパシフィック鉄道から建物の借用に成功した。 1990年代半ばには建築計画のための総合陸上交通効率化法助成金7万ドルにより大規模な改修プロジェクトは可能になった。MDI から2万4千ドルの寄付があり MDI がマッチさせた必要とされる24万4千ドルを含む総合陸上交通効率化法助成金の98万ドルが追加となった。ダラスのメドーズ財団はまた チャレンジ補助金の形で8万4千ドルを寄付した。アムトラックの停車する列車は、下記の通り。南行列車のシカゴ出発便は、サンアントニオで、サンセットリミテッド号と並結され、ロサンゼルス行きとなる。シカゴとサンアントニオ間は毎日運転。北港列車のロサンゼルス出発便はサンアントニオまで、サンセットリミテッド号と並結され、同駅で切り離し。 サンアントニオとシカゴ間は毎日運転。当駅から乗車できるバスは以下の通り。ありがとうございます。